は碓氷峠雪人鉄道の町終点の横川だ。横川は碓氷峠を下へ旧中山道に関所が設けられ、鉄道開通後は軽井沢への急勾配対策として専用の機関車線が作られました。この区間は接線路が変わるたびに当時の先端技術が使われ、現在ではレンガ橋の通称メガネ橋まで新越本線の配線を利用した遊歩道や日帰りや温泉施設がございます。横川駅前の排水溝の蓋の一部はアクロジと呼ばれた線路を再利用しておりますので、どんな形か確かめてみてはいかがでしょうか。ソフトドリンク。